エドワール・セガンはフランス・ニリエーブル県のクラメシーで地方医師の子として生まれる。フランスの医師で教育者。彼はフランスとアメリカ合衆国で認知障害のある子供たちの研究をしたことで知られている。アメリカに移住したので名前はエドワードとも表記されることがある。彼はオセールのコレージュ・ジャック・アミヨコーに通い、その後パリのリセサンル以で学び、 パリ大学法学部に進んだ。そして1837年からは、ジャン・イタールに指示し、彼の下で働いた。イタールは、ロア社の教育の専門家で、その患者の中には、アベロンノや政治の名で知られている有名なケースも、含まれている。セガンに知的障害者の訓練と同様その原因の、研究に打ち込むように進めたのは、イタールである。若い頃、セガンは、 空想的社会主義者のアンリドサン・シモンの考えにも影響を受けていた。1840年頃、彼は知的障害のある子供の教育を専門とする最初の私立学校をパリに設立した。1846年に彼はトレットマンモラルハイジーンイエデュケーションデイディオッツを出版した。この著作は知的障害児の特別なニーズを論じた最も初期の 体系的な教科書であると考えられている。1848年革命の後、セガンはアメリカ合衆国へ移住する。彼はアメリカで打ち立てられた独自の教育モデルを持つ様々な学校を訪問し、その組織化を支援した後、クリーブランドに定住し、後にオハイオ州ポーツマスに定住した。後にニューヨーク州に今を移し、 1860年、ニューヨーク州のマウントバーノンで診療行為を始める。1861年、ニューヨーク市立大学から医学博士号を取得。1863年、ニューヨーク市に移り、そこでランドオールズ島の精神障害児の治療改善の仕事を始めた。アメリカ合衆国で彼は様々な町で精神的な障害を持った子供のための学校を、 数多く立ち上げてきた。1866年に彼は白痴そして生理学的方法によるその治療を発表した。これは彼がニューヨーク市のセガン生理学学校で使用された方法を解説したものである。セガンの学校で使用されたプログラムは身体的及び知的作業の組み合わせを与えることによって知的障害者の自立と自立を発展させることの 重要性を強調したものである。エドアル・セガンは後に米国精神地帯協会として知られる組織である米国知的障害者協会の医療環境会の初代会長に就任した。知的障害のある個人との彼の仕事はイタリアの教育者マリア・モンテス総理に大きなインスピレーションを与えた。1870年代に世ンは温度測定の分野で3つの著作、 すなわちサーモメータースフィジオロジケイズ、タブローズディサーモメートリマティミティーク及び体温計と人間の体温を発表した。これは1866年以来彼が取り組んできた分野である。彼はまたゼロが健康の標準温度である特別な生理学的温度計を考案した。さらにセガンの信号として知られる医学的症状は彼にちなんで名付けられ、 転換発作前の不随意の筋肉収縮として説明されている。ありがとうございます。